次は、日本海軍が大東亜戦争で運用した、駆逐艦。松型駆逐艦の7番艦。艦名としては川型駆逐艦の9番艦。次に続いて2代目。一等駆逐艦次は、帝国海軍が藤永伝造戦所で建造した駆逐艦で、1944年8月25日に、竣工した。訓練部隊の水雷戦隊、第11水雷戦隊に編入され、 内海西部で訓練を行う。早1号作戦発動により、小沢機動部隊に編入される。10月20日に内海西部を出撃したが、燃料不足のため両艦霧と共に離脱し、10月25日の対空戦闘には参加していない。内地帰島後、第31戦隊と共に第4航空戦隊を護衛して南西方面に進出した。 11月15日より、第52駆逐隊に所属した。マニラ開港後、12月上旬に、第8次多合作戦に参加。杉は昇破した。12月下旬、零合作戦に参加した。1945年1月21日、台湾高尾港で、米軍機動部隊艦上機の空襲を受けて損傷した。3月中旬により、クレで修理を行い、以後は、 内海西部で待機した。戦後は福音輸送に従事した。その後、国府海軍に引き渡され、慶応と命名された。歌唱艦名、5487号艦1944年2月25日、藤永伝蔵戦所で寄港。6月5日、杉と命名される。同5日付で、駆逐艦3隻は松形駆逐艦に類別された。7月3日、 浸水。7月15日、従順な治水雷町の菊池敏隆少佐は、杉木総委員長に捕食される。8月25日、春光。佐世保鎮守布石。同25日付で、菊池偽総委員長は正式に杉口区館長となった。偽総委員事務所を撤去する。収益後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入された。 8月25日時点の11水戦期間は、駆逐艦、そうであった。K12 洋艦、玉の11水戦返流により、8月30日から玉が、期間となった。次は、大阪を出発して、瀬戸内海に開港された。これ以降、10月中旬まで11水戦領艦や、内海西部所在だった第二遊撃部隊と、訓練を行う。 10月15日、小沢寺三郎中将は、秋月と次に対し、鹿児島への緊急弾薬輸送を行うよう命じた。10月16日朝、小沢長官は、秋月型駆逐艦2隻に対し、台湾高尾への第653海軍航空隊人員と基地部件輸送を命じた。同16日午後2時、秋月駆逐艦長が指揮する2隻は、呉を出発した。 同日夜、九州都井見先沖合を航行中の二隻を、アメリカ潜水艦ベース号が襲撃、ひかみなりした両月は、艦首を失った。10月17日午前6時30分、小沢長官は、両月の呉木島と杉江の物件移り始め、さらに、若月駆逐艦長の指揮による、若月と杉の台湾輸送を命じた。これに対し連合艦隊は、若月と、 両月を鹿児島に入港させ、練習巡洋艦、鹿島と第30区逐隊に物件を移すよう命じた。同17日正午、秋月と次は鹿児島に到着した。その頃、南西方面ではアメリカ軍がフィリピン、レーテワンのスルアン島に上陸を開始した。日本海軍は早1号作戦警戒を発令した。 三隻に対する台湾輸送命令は取り消された。実際に高尾輸送を行ったのは三隻だった。10月18日有国に日本軍は早1号作戦を発動した。この作戦は第三艦隊司令長官小沢寺三郎中将が率いる機動部隊がおとりとなって第38任務部隊を引きつけ、その暇に第二艦隊司令長官 栗田武雄中将を率いる第一遊撃部隊がレーテワに突入し、アメリカ軍の上陸部隊を撃破するというものであった。小沢機動部隊の護衛は、第二遊撃部隊が担当していたが、台湾沖航空戦の残敵相当に投入されてしまった。このため、第三航空戦隊と第四航空戦隊の警戒兵力が不足し、連合艦隊は内地所在の、 第11水雷戦隊から軽巡、玉と本艦を対戦相当部隊の第31戦隊から一部兵力を機動部隊に編入した。高間少将は11水戦機関を玉から駆逐艦、檜の木に変更し内地に残った。4高戦の内空母、巡洋と流砲は搭載する航空隊がなく出撃しなかった。出撃各艦は 内地残留の巡洋から燃料を補給した。十月二十日夕刻、空母四隻と航空戦艦二隻を機関とする小沢機動部隊は文護水道を出撃した。二十二日、次は空母、千歳から重油の養生補給を行う。二十三日午前より小沢機動部隊は対戦警戒を主とした第一警戒航校序列から対空警戒を主とした 林慶陣に切り替えた。林慶陣は第5軍と第6軍に分かれていた。翌10月24日、上空警戒に当たっていた随格の冷戦1機が着艦に失敗して海上に墜落し、霧と杉が捜索を行う。この分離について、戦死総書56巻240ページでは、小沢長官は燃料不足になった霧に杉を伏し台湾高尾に、 退避させたと記述している。創作後、同24日深夜には、第四航空船隊及び秋月が宅地区間4隻からなる機動部隊前衛部隊に、霧と次は最後流前衛部隊に構続することとした。しかし、同時刻に上空を飛行していた空母インディペンデンス所属の夜間哨戒機を発見し、同期の発した無線通信が、 館内電話に混戦したことなどもあり、霧区地区艦長、川畑誠少佐はこの前衛部隊を、米軍機動部隊であると5人、松形2隻で反転離脱することとなった。その後、霧は、燃料の余裕がないとの機関長の進言もあって、高尾に向かい、杉もこれに同行している。23時53分、小沢長官は、前衛と、杉は本隊に合同せよ。霧は、 天マ大島で補給した上で合同せよと命じた。この命令があったものの、霧と、次は、機動部隊と再合流できなかった。このため二隻とも10月25日の沿画の三崎沖海戦に参加していない。10月26日午前9時30分に、高雄市到着、続いて、天マ大島に向かい29日期。補給部隊のタンカー。 高根丸から200トンの重油を補給してもらった。特務艦、室戸の生存者158名を乗せ、霧と共に10月29日に、天マ大島を出港し、翌10月30日に、クレに帰島した。杉と共に出撃した11水戦の軽巡ダマは、アメリカ潜水艦ジャラオに撃沈され、全乗組員が戦死した11月2日付で、11、 水戦の松型2隻は第31戦隊の指揮下に入った。第31戦隊は、機関の軽巡洋艦、イスズと護衛部隊という編成で、南方に進出する第4航空戦隊の航空戦艦2隻を護衛する。南方輸送部隊、H 部隊は11月9日に五島列島有川湾を出撃し、魔高経由で14日に南佐諸島に到着した。 11月15日、日本海軍は松型五隻で、第52駆逐隊を新編した。駆逐隊司令には、頑丈次一大佐が任命された。引き続き、第11水雷戦隊に編入された。17日、新南軍島で四航戦と護衛艦,艦艇と分かれ、第31戦隊は、マニラに進出した。11月25日、第52駆逐隊は、 第31戦隊に編入された。この頃、第31戦隊は第5艦隊に編入されていた。さらに、北東方面艦隊の解体に伴い、第5艦隊は12月5日付で南西方面艦隊に編入され、第5艦隊冷下の第31戦隊も自動的に南西方面艦隊所属となった。軍隊区分においては、 南西方面部隊の警戒部隊であった。南西方面艦隊は、レーテ島西岸オルモック湾ネの輸送作戦である多号作戦を依然として続行しており、次も第8次多号作戦に参加することになった。マニラ出撃前、第7次多号作戦から帰島した姉妹艦、竹の損傷状況を目撃して、杉乗組員は厳しい作戦を覚悟したという。 12月5日、駆逐艦3隻、第18号駆遷艇、第38号駆遷艇、第11号輸送艦、輸送船3隻、SST3 隻からなる第8次多号作戦部隊は、マニラを出撃した。指揮官は、第43駆逐隊司令、菅間両基地大佐で、梅に座城していた。上陸予定日の12月7日、早朝、日本陸軍航空部隊が、 オルモック南方に大規模戦団を発見、上級司令部は判別に迷ったが、やがて敵輸送戦団と判明した。日本陸海軍航空部隊は、多合作戦部隊の護衛と敵上陸戦団攻撃の2つの任務を実施する。アメリカ軍第77師団のオルモック南方上陸で、霊徹と地上戦の状況が一変し、第43駆逐隊司令は、 オルモック湾への接近を断念、揚陸地をレーテ島西岸北方の三石泥に変更した。どうなのか午前9時、第8次輸送部隊は三石泥に到着して揚陸を開始した。延べ25機の日本海軍戦闘機が船団の上空直演を実施した。同地には接岸施設がなく、兵員の揚陸は成功したが、重火器の揚陸はできなかった。また揚陸中に、 タクロバンからの陸軍機と海兵隊機の爆撃を受け、多数の死傷者を出した。輸送船も撃沈されたり海岸に格差して壊滅した。重装備を失って、レーテ島に上陸した第68旅団は、その後の地上戦で消滅した。マニラへの帰島中、空襲を受け、次は損傷した。F4U コルセアまた数機から、機重装車を受け、 軍議長を含め多数の乗組員が倒れた。誘爆を防ぐため魚雷も登記した。12月9日昼頃、次はマニラにたどり着いた。同地では駆逐艦3隻が第9次多号作戦のため出撃準備を整えており、霧乗組員は次の損傷状態を目の当たりにした。12月13日、陸軍偵察機がミンドロ島を目指す連合軍大部隊を発見した。 12月14日をもって第10次多号作戦は中止された。同14日、第38任務部隊の艦上機はマニラを含める村島各地を襲撃した。松型三隻はマニラを脱出する。姉妹艦梅は海南島経由で香港へ脱出した。マニラ空襲で損傷していた桃は高尾に向き飛退中の15日夜にアメリカ潜水艦。 ホークビルの来撃で沈没した。14日20時、南西方面艦隊司令長官大川内で7、中将は敵がルソン島に来航した場合に第2遊撃部隊と第31戦隊の駆逐艦4隻で突入作戦を実施させるため、両部隊の南佐諸島進出を命じた。第2遊撃部隊はすでにカムラン湾に進出していた。マニラ脱出後の松形3隻は、 ひとまず、南沙諸島で様子を伺っていた。12月15日、アメリカ軍は、ミンドロ島に上陸を開始して、ミンドロ島の戦いが始まる。12月16日午前8時35分、大川内長官は、南沙諸島に待機中の駆逐艦3隻による、ミンドロ島3補正への殴り込み作戦を発令。突撃部隊指揮官は、第43駆逐隊司令、菅間良吉大佐であ、 計画では、マニラへ向かう航路を取りつつ、カラムヤン諸島を背景に、三ホセに突入し、突入後は、マニラに帰島するという作戦だった。この時、松型三隻は、カムラン湾入港直前だったという。歌シは給水ポンプの復旧の見込みが立たず速力は21ノットを出すのがやっと、次は、多号作戦での損傷が癒えておらず、カヤも不具合を抱えていた。 同16日遊国 43× 司指令指揮下の3隻はカムラン湾に入港しタンカー日英丸から燃料を補給した。同16日夜連合艦隊司令部は南西方面部隊に対し第二遊撃部隊のミンドロ島突入を迫った。12月17日松形3隻はカムランを出撃したが会場は台風で大荒れだった。同17日午後 菅間司令は松形三席の状態から突入作戦成功の見込みなしと判断し、三尺区に移動して修理すると報告した。18日夜、第二遊撃部隊が三尺区に到着する。菅間司令は松形三席の20日夜突入と、ただし四死令派配信順に若か二十理士として、西後病院に入院を打電した。 火薬地区艦長の指揮下で再出撃したが、12月19日午前5時46分に、成井大川内長官は松形三隻の突入中止と、第二遊撃部隊との合同を命じた。12月20日、連合艦隊司令部は、南西方面艦隊に、ミンドロ島逆上陸と、水上部隊殴り込みを特速した。大内中将は、第二水雷戦隊を中心として、 三個星への突入作戦を行うよう、島中将に命令した。第二遊撃部隊指揮官は機関を、従順、足柄から航空戦艦、日向に変更した。12月21日21時30分、三隻は三クを出発22日夕刻にカムラン湾へ進出した。停戦部隊の集結を待ち、12月24日にカムラン湾を出撃して、 殴り込み作戦、冷合作戦が開始された。挺進部隊は、第一挺進隊、第二挺進隊という編成であった。作戦を通じ、次は空襲による資金弾で、レーダーが使用不能となったほか、放船及び魚雷戦に必要な装置も破損したが、人的の面では戦死した乗員はおらず継承者1名を出しただけだった。 カムラン湾への帰路についていた12月28日午後、南西方面艦隊は松形3隻を第二遊撃部隊から取り上げ、南西方面部隊警戒部隊に編入した。2番隊は2水戦から遅れて、カムラン湾へ向け航行中、アメリカ潜水艦、デイスの来撃により、普通院沖で沈没した旧掛け艦、野崎の乗員を発見、救助を実施した。 12月29日11時35分、カムラン湾に帰島して、大型艦から燃料を補給した。同29日1400、杉谷大淀島は、カムラン湾を出発、12月30日13時3弱に到着した。なおマニラから、姉妹艦2隻が、カムラン湾に到着し、このうち、モミには、第31戦隊司令部が上艦していた。30日午後、 三ジッ区にて、鶴岡少将は、第31戦隊機関を、もみから、下詞に変更した。1945年1月1日、三ジッ区を出港して、香港経由で1月7日に、台湾高尾に到着した。なお1月6日付で、次は、第52駆逐隊の司令駆逐艦に指定された。8日朝、南西方面艦隊は、第31戦隊に、 企下三隻のルソン島輪郡湾突入を促した。9日朝、南西方面艦隊は、水上部隊の輪郡湾突入を諦めたので、高尾で修理中の、カヤは、舞鶴駅通し、香港で修理中の、梅も、高尾へ移動した。1月10日、南西方面部隊指揮官は、各部隊の任務を変更した。第31戦隊に対し、警戒部隊派指揮官所定に、 入り台湾海峡及び両栄海峡方面に、おける敵潜水艦総統を、京府と共に台湾、両栄艦の作戦輸送に人、ズベシと命じたのである。次は、高尾で修理を続けていたが、レーダーや包位自身の修理ができないことから、佐世保への開港が決まる。1月21日、高尾で、第38任務部隊艦上機の空襲を受け、松形三隻で応戦する。 次は、資金弾数発を受けて、レーダーなどに被害を受ける。下詞を機関としていた第31戦隊司令部は、陸上の高尾警備府に、正気を掲げた。損傷艦は直ちにキールにへの解雇が命じられ、1月23日に、到着した。応急修理の後2月1日、松形二隻で出港し、朝鮮軍島で、南高作戦の日88 a 戦団部隊に、 合流して文字まで護衛を行った。7日、非88衛戦団部隊は文字に到着した。護衛終了後の8日に佐世保に寄討し、佐世保海軍交渉で修理が行われた。公開中の2月5日付で、第5艦隊が解体されて、第10方面艦隊が新編された。第31戦隊は、連合艦隊付属を経て、3月15日付で、 第2艦隊に編入された。第31戦隊司令部は空路で内地に戻り、駆逐艦、竹や、秋月型駆逐艦、下月に正規を掲げた。第31戦隊の第2艦隊編入3日前に、次は第52駆逐隊の司令駆逐艦となった。杉谷長秀大佐が第52駆逐隊司令に捕食された。修理後は、呉に開港されて、戦艦、 大和の護衛に当たるが、間もなく、呉海軍交渉で、再度の修理が行われた。4月20日、第2艦隊と第2水雷戦隊の解体により、第31戦隊は、連合艦隊付属となった。5月20日、第31戦隊と軽巡洋艦、北上などで、海上挺進部隊が編成され、次も同部隊に所属した。その後は、 瀬戸内海で訓練と待機の日々を過ごし、終戦時は、呉に在泊していた。10月5日除籍。12月1日に特別輸送艦に指定され、福音輸送に従事。終了後は、賠償艦に指定され、1947年7月31日に、中華民国に引き渡し、節10号と仮命名された後、慶応と正式に命名された。しかし、 同系の賠償官で状態の良かった信用とは違い、状態の良くなかった、火曜や交尾と共に再武装されず、任務も与えられなかった。国境内戦中の1949年5月に、上海を脱出して台湾に向かった際、淡水で座礁事故を起こし、そのまま修理されないまま1951年に除籍され解体された。1944年9月の、 杉艦型略図。25立方ミリメートル連装機14機、同単装12機を装備。艦長たちの軍艦誌364ページによる。菊池利高少佐。1944年7月15日から1944年8月25日。菊池利高少佐。1944年8月25日から。不明。ありがとうございます。